本日10月30日日曜日、全日本大学女子駅伝が行われましたけれども、初優勝を目指した注目の拓殖大学は5位入賞という結果に終わりましたので、結果を振り返りたいと思います。1区は 6.6 キロ区間、4年生の牛海選手、21分43秒で区間4位。2区は 3.9 キロ区間、1年生の古澤ひなた選手、12分45秒で区間6位。3区は 6.9 キロ区間、3年生の土井夏実選手が23分45秒の結果で区間18位。4区は 4.8 キロ区間、2年生の門脇奈穂選手が16分26秒で区間6位。5区は 9.2 キロ区間、2年生の不破聖羅選手が走りまして29分39秒の区間賞。6区アンカーは 6.7 キロ区間、2年生の片桐紫音選手が23分22秒で区間6位という結果でした。まあ、結果だけ見ると、まあ、区間一桁がね、5区間ということで本当に大きく成長したなと思います。昨年は、区間2桁が4区間ありました。今年は区間2桁が1区間ということで、大きく成長した拓殖大学の結果を振り返ります。1区は 6.6 キロ区間、4年生の牛海選手が走りまして21分43秒の区間4位という結果でした。昨年も1区を走りまして区間13位という結果だったんですけど、まあ、個人的にはリベンジできたんじゃないかなというふうに思います。まあ早すぎる展開となりまして、名城大学の米澤奈々香選手がね、独走となったんですけれども、序盤ね、牛選手も対応したんですよ。ついていってしまったんですよね。なので早い段階で苦しい表情に変わっちゃったんですよ。ということで、見てる側としてはこれやばいんじゃないのって正直思ったのが事実です。ただしっかり第2集団、大きい集団で粘りました。そしてラストスパートまで決めまして区間4位ということで、まあ、4年間最後の全日本ということで成長した姿をね、本日は見ることができたんじゃないかなというふうに思います。まあ、残念ながら区間賞は逃しましたけれども、早い展開となってね、ちょっとオーバーペース気味となったんですけど、ずるずる行くことなく、垂れることなく走り切った。去年までの牛選手だったら間違いなくずるずる行ってね、垂れてしまったと思うんですよ。そんな中、最後の全日本で成長した姿を見せてくれた。間違いなく100点満点の走りだったんじゃないかなと思います。見事な走りをしてくれました。2区は 3.9 キロ区間、1年生の古澤ひなた選手が走りまして12分45秒の区間6位という結果でした。まあ、好調の1年生、古澤選手、立派な走りだったなと思います。区間6位ということで、順位はね、牛選手から4位で助けを受けたんですけど、5位まで落としてしまいました。1つ落としたんですけど、タイム差はねほぼ変わりありませんでしたので、まあ、100点満点の走りができたんじゃないかなというふうに思います。まあ、今シーズン 5000m でもね、16分40秒台まで記録伸ばしてまいりました。もう来年はもう1区走らなきゃいけないですよ。それぐらいの選手、そしてやれる選手だと思います。できる選手だと思います。まあ、スピードもあって、トラックも走れて、まあ、5000m まではねきっちり走れる力をつけました。もう牛海選手の後継者としてね、古澤選手は走れるんじゃないかなと思います。昨年2区は区間2桁順位だったんで、古澤選手の加入でね、しっかり区間1桁で走り切りました。見事な全日本デビューということで、来年にね大きな期待を寄せるような、そんな走りをしてくれました。お疲れ様でした。3区は 6.9 キロ区間、3年生の土井夏実選手が走りまして23分45秒の区間18位という結果でした。まあ、区間18位ということで、まあ、数字で分かる通りね、かなり苦しい走りとなりました。順位も5位で助けを受けたんですけれども、9位ということで、8位までのシード圏入らなかった、シード圏外まで押し出されてしまった。そして、まあ、優勝というかね、上位を争う日本体育大学だったり立命館大学だったり、まあ、上位のねチームに離されてしまったんですよね。ちょっと苦しいかなっていう走りになりました。まあ、トラックの持ちタイムをね考えると、まあ、ちょっと力関係はね致し方ないのかなというふうに思いますが、まあ、土井選手もね結構いい位置でタスキが回ってきたので、入りも早かったんですよ。そういった意味でも粘れなかったというところで、まあ、課題も残る走りだったのかなというふうに思います。ただね、最低限の走り、しっかり諦めずに走り切りまして、次のね門脇選手にしっかりつなぐことができた、次につながるような走りはできたんじゃないかなと思います。4区は 4.8 キロ区間、2年生の門脇奈穂選手が16分26秒の区間6位という結果でした。昨年は4区で区間9位という結果だったんですけれども、同じく4区を走った門脇選手、今年は区間6位ということで、今シーズンね故障の影響であんまりレース出てなかったんですけれども、3人抜き、
まあ、テレビ越しでもね、伝わりましたよね。非常にいい走りをしてくれた、気迫の走りをしてくれた、安定した粘りはね、怪我明けでも健在だったということですよね。いつもの門脇選手という姿を見せてくれました。そして5区に待つエースのね、不破聖衣来選手にタスキリレーするんですけれども、門脇選手って 5000m の持ちタイム、不破選手、牛選手に次ぐチーム3番手なんですよね。ということでやっぱりね、4区を走ってる場合じゃないんですよ。1区だったり3区だったりアンカーを走らなければならない中で、まあ、今回、まあ、故障の影響もあったと思うんですけれども、4区に来たということでね、来年は万全な状態で、まあ、3区だったりね、主要区間を走れていただきたいなというふうに思います。まあ、走るべき人がしっかり走れるところを走れば、メダルも狙えることはね、今回思いましたから、感じたとほとんどの人が思いますので、門脇選手ね、今回区間6位ということで、まあ、昨年よりね成長した姿を見せてくれました。お疲れ様でした。5区は 9.2km 区間、2年生の不破聖衣来選手が29分39秒で走りまして、見事区間賞を獲得されました。まあ、レース前からですね、調子が上がらないというふうにはずっと言われてきたんですよ。ただ走り始めたらね、しっかりいい表情で走ってくれましたし、まあ、冷静に走れたなというふうに思います。まあ、1キロ2キロの入りで、まあ、昨年のね、不破選手自身が樹立した区間記録の更新は、まあ、難しいなというふうに思ったんですけれども、しっかりトータルでまとめるところはさすがなのかなというふうに思います。まあ、不破選手って組み立ての上手い選手ですよね。その中で苦しい中で調子が上がらない中でもレースプランしっかり組み立てて、まあ、終わってみれば区間賞ということで、まあ、非常に素晴らしかった。定点ポイント、最初の、ね、中間点では区間3番ぐらいだったんですよ。だからまあ見てる人からしてみれば、区間賞ももしかしたら不破選手危ういんじゃないかなって思った人もいると思うんですけれども、まあ、しっかりまとめてきたというところはさすがのエース、日本の、ね、エースなのかなというふうに感じました。まあ、来年はね、万全な姿で見たいということで、しっかり調整、ピーキング、あとはね、疲労抜きだったり怪我の予防もね、頑張っていただきたいなと思います。持ってる能力はやはりピカイチなのかなと感じさせられるような走りで、見事な区間賞、そしてチームをですね、7位から4位まで一気にメダルを狙える位置までね、押し上げる走り、さすがの走りをしてくれました。区間賞おめでとうございました。そして最終6区、アンカーは 6.7km 区間、2年生の片桐紫音選手が23分22秒の区間6位で走り切りました。門脇選手、素晴らしい走りを見せてくれました。ただね、たすきもらうポジションが正直良くなくて、オレゴン世界陸上の出場した大東文化大学の吉村選手とね、ほぼ同じような位置でスタートしたんですよ。さすがにね、ちょっと吉村選手には勝てなくて、順位を一つ落としてしまって5位でフィニッシュするんですけれども、まあ、しっかりね、力のある選手と戦った時に、垂れることなく、自分を見失うことなく走り切った、レースを組み立てるのがね、非常にうまかったなというふうに思います。まあ、今回思うことは、拓殖大学の2年生、ね、3人、門脇選手、不破選手、片桐選手、後半3区間走ったんですけど、まあ、3人ともね、組み立てれる能力、修正能力、非常にうまいですよね。特に片桐選手、高校時代、5000m19 分台の選手ですからね、それがもう16分台目前まで記録伸ばしてきました。もう本当に大きく成長した片桐選手が、最後までしっかりね、たすきをつなぎきってくれました。関東大学女子駅でもアンカーを走ったんですけれども、片桐選手も走るの上手いですよね。って考えると来年もね、アンカーとか面白いのかなと思います。まあ、今回、本日ね、全日本大学女子駅伝が行われまして、拓殖大学をね、初優勝を目指すようなメンバー揃ってたんですけど、まあ、5位ということで、昨年のね、銅メダルも超えられなかったわけですが、まあ、昨年はね、不破選手の区間新記録が相当すごかった。ですけれども、他の区間はほとんど区間2桁だったんですよ。ただ今年は3区以外は全て区間1桁ということで、チームの総合力はかなり上がってると思います。まあ、不破選手がね、来年再来年まだありますから、在学中には優勝を間違いなくね、狙えるチームになっていくんじゃないかなと私今後思っております。ということでね、今後来年以降のね、拓殖大学も注目したいなと思います。以上、